はい、皆さんこんにちは、ショーマニです。今回は昭和レトロ博物館を投稿していきたいと思います。今回ご紹介するのはゲンモッチマルチスクリーンのオイルパニックです。DS ルガンスなんですよね、マルチスクリーンは。こんなものですね。では開封していきたいと思います。あと貴重なので一応手袋をはめて、紹介していきたいと思います。あと昨日ちょっとあの学校のね体育祭でちょっとね疲れ気味な感じなんですけども、ちょっとあまり元気なさそうかもしれませんけども、まあご了承ください。本当に、すごい日がね、太陽がすごい出てて、はい、とても日焼けしてしまいました。まあ、それはさておき。で、こちらはですね、マクセルの LR44 の、まあ、ボタン電池が付属されていますね。で、まあ、後ろはこんな感じです。で、ここに82年の8月と書いてありますね。おそらく生年月日だと思われます。この電池が作られたでしょうかね。はい、では本体を見ていきましょう。本体はですねこんな感じですね。以前に以前はあれですね、ドンキーコングを、紹介したと思うんですけども、まあそんな形は変わりはありませんね。ただ色違いっていう感じですね。あとこちらのロゴが違いますね。オイルパニックって書いてあって、マルチスクリーンゲームウォッチと書いてあります。で、ニンテンドーですね。で、後ろはですねこんな感じになっております。はい、ちょっと白くて見えないんですけども、ここに書いてありますね。1982年日本製ですね。で、使用する電池は、先ほども言ったように LR44 を使用するってことですね。で、こちらに、電池を入れるところがあります。それでは、中をね、見ていきましょう。中はこんな感じですね。はい。では、詳しく見ていきましょう。まずはこちらですね。ちょっと、ピンボケしてるんですけども、こちらはゲーム A ボタンですね。ゲーム A は難易度が低いゲームですね。で、こちらゲーム B、難易度が高いゲーム。で、こちらは時計キーですね。はい。で、こちらはアラームキー。で、こちらはオールクリアキーです。で、あと左右に、ですね、移動させるボタンが2つついています。左のレフトボタンと右のライトボタンですね。はい。それでは、早速、電池を入れて実際に動かして、遊んでみたいと思います。はい、では少々お待ちください。それでは、入れていきたいと思います。はい。あ、ちょっとわかんないです。あ、行きました。はい。こちらが、電池を入れたばかりの、初期画面ですね。わかりますか？はい。こんな感じです。では、早速ゲーム A をね、やっていきたいと思います。はい。ちょっと待ってくださいね。わかりますか？はい。ちょっと見えにくいかと思いますけども。それではやっていきたいと思います。上にある、パイプから、オイルが、漏れてきます。それを、バケツで受け止めて2階のベランダにいる人が持っているドラム缶の中にこのオイルを、捨てるというゲームで、で今、オイルがね
下に落ちてしまいうとゲームオーバーになってしまいます。 あとこれ下に、お客さんがいるんですけど、その人たちにオイルをかけてしまうとそれもゲームオーバーになってしまいますので注意しなくてはいけません。ちなみにバケツに入るオイルは、3杯目でですね、3杯目までしか入らないので、それまで、その2階にいるベランダにいる人のドラム缶の中に入れなくてはいけないので、はいはい、これで上の画面 で3つ揃うとゲームオーバーになります。下の画面ではお客さんに、オイルをかけてしまうとゲームオーバーになるので、こちらも、3回ミスするとそこでゲームが終了します。ゲームオーバーとなり、はい、まあこんな感じですね。ちょっとグダグダな説明になってしまっていますが、まあはい、こんな感じに進めていきます。ゲームビーは、おそらくというあれですね、難易度が高くなるので、まあ、時間の関係で、ゲームビーは やりませんけども、はい、まあ、こんな感じですね。はい、すいません、ちょっと説明がグダグダで申し訳ありません。で続いて、説明書ですね。説明書を詳しく見ていきたいと思います。ね、はい、こちらが取扱説明書ですね。はい、そしてとこちらはですね、ちょっと一回じゃあ電池をまあ固定するためのシールみたいなものですね。はい、でこれは、お願いのあれですね、まあ分解したりしないでくださいっていうなどが書かれている説明書です。でこちらはちょっと2枚か同じものなので、まあこのまま紹介しますけども、まあ、電池の注意書きと、まあ、液晶画面についての注意書きが書かれている説明書ですね。はい、なぜか2枚入ってました。であとはこちら遊び方の説明ですね。まあ、さっきちょっとグダグダな説明でしたけども、まあ、簡単に遊び方の説明が書かれていますね。はい、では最後に、取扱説明書を見ていきたいと思います。そうですね、まあざっと紹介していきたいと思います。はい、以上で、これで昭和レトロ博物館の、はい、ゲームウォッチマルチスクリーンのオイルパニックを、紹介しました。ご視聴ありがとうございました。
コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さよなら。